NHK 北見放送局は北海道のホーツク総合振興局管内を放送対象地域とする日本放送協会の地域放送局。テレビとラジオで地域放送を行っている。NHK の中で日本最北端に位置する放送局であり民放を含めた全放送局の中でもコールサイン及び番組制作機能を有する日本最北端の 放送局であり、総合テレビを放送している51放送局のうち、最も放送対象地域内の人口が少ない放送局でもある。おほうつく海沿岸一帯がエリアとなっている。放送局は、おほうつく管内の最大都市、北見市にあるものの、親局となる送信所は、おほうつく総合振興局所在地、阿波尻市にある。百八十八年に出された。 合理化案には、北見放送局を支局として、旭川放送局に統合するという案が出されていた。また、同時に、帯広放送局を、釧路放送局に、室蘭放送局を、札幌放送局に統合する案もあった。2022年春より、北海道内7局がそれぞれ担当する、ローカル枠の放送エリアを再編し、 関係局の業務と体制の大幅な見直しを進める方針である。北見放送局は、旭川放送局と統合し放送時間を拡大、7局体制を維持し、地域サービスの強化を掲げる。当局の井戸は、北緯43度48分40秒である。ため日本最北端の放送局であるが、当局に次いで、 高井戸に位置する旭川放送局の井戸は北四十三度四十六分十七秒であり当局の井戸との差は二分二十三秒長さにして四四点キロメートルほどしかないオホーツク館内のデジタル送信所中継局の整備は当初計画分については状況の分をもって完了二千十五年十二月十九日零時三十五分頃二階から出火し 2階の事務所など、約470平方メートルが焼け、約4時間後に沈下した。警察と消防が、出火原因、NHK が放送への影響を調べている。ありがとうございます。